俺に背くことは許さない。いや、本当にきつい戦だったな。いや、まあでも足利の援軍とか出てたからね。まあまあ、捕獲でドン。いや、来ちゃうのかよ。宮部慶順、そして山崎片家。来るが良いわ。初段はなしで。で、これで亀山、取り付けるね。うわ、ちょっと待って。どんだけ回復したの？いや、これは、攻撃だな。ね、強行できないね。多分、強行すると兵力足んなくなるぞ。さあ、兵糧が、飽きないよ、始めましょう。強作。家宝は、失踪遊武将いないから、それに茶器でもないしね。まあ、買ってもしょうがない。報告いたします。っていうか、家宝持ってんじゃないかな。で、ランジャタイとか取り上げてるはずだよね。あ、そうだ、持ってろ、やっぱり。失踪遊武将いないんだよな。ただ、そう、大名保有時配下全員の忠誠上昇が、ランジャタイ乗ってるから、まあね、いいよね、これね。ランジャタイ。ランジャタイって、現存するんだよね、確かね。じゃあまあ、この亀山城、ゆるりゆるりと攻めていきますか。いつもだったらこのタイミングでね、こちら側から軍を動かして、さらに攻め込むっていう感じなんですけれども、まあちょっと今回はね、ちょっと時間をかけて楽しんでいきましょう。さあ、行ったーやば、武田に味方しようか。力を貸してやろう。川中島の合戦だ。イベント起きないかな。風林火山。武林火山見せてやろう。いや、しかしさ、能力を全員50にしたけれど、やっぱり強い勢力って強いね。まあ、っていうのは対名とかが強いっていうのもあるんだろうし、武将の戦法もね、大事だよな、こうなってくると。さあ、おお、ぶつかった。信玄と謙信がぶつかれば、それはもうどこでも川中島になる。川中島の合戦。上杉が勝った。戦場の地形を生かした戦いによって上杉の政虎が勝ったと。ほう、出し抜いたね。あんまり兵減らしてないな。これ行くんじゃないか、下手すると。報告します。先月の終始です。上杉謙信、表情、武田良内に攻めってもおかしくないよな。さあ、表情。まあ、ロンちょっと溜まったから、ノー対面にしようか。あー、でもロンたくさん必要なんだよな。勝った。現位、村井定勝、秀吉。これで表情を終える。方策考案か、対名考案。対名考案かな。対名めちゃ大事だからね、織田家は。と、労役追加。いや、やめとこう。農業ポイントは災害系のやつ取るために温存しておこう。で、ここで河内畠山と沿線気分漂ったので、こうはします。河内畠山とはね。承知。河内畠山どこと同盟？足利と同盟してんだ。足利すげえ同盟。恐ろしい。金銭収支がだいぶ大きくなってきたから、足軽に切り替えられるところ足軽に切り替えよう。これも多分、覇王の野望の効果が乗っての、金銭収支の値なんだよな。っていうことは、覇王の野望が切れた時のことを考えて、あんまり極端な減らし方はできない。金銭収支のね。まあ、これで進めていきましょう。亀山城、滅んだのは佐竹。いや、やっぱり北条なのか。そっか。今度は上杉が武田の領内に行ってるね。開津城に攻め込んでんのか。いや、これどう考えても、上杉だな。上杉勝つぞ。なんかいるんだけど、成田長近。関東から出てきてんだ。越後の将棋、斎藤智信。そして、飛び加藤だね。いや、人いるな。あれ、これって横瀬？横瀬だ。横瀬も関東っていうか、佐渡に、島流しに食らってんのか、横瀬、かわいそうに。武田苦しいね。逃げ団城。これは三枝か。そうだね、三枝。いや、なんか、パッと見の、メンツがさ、上杉の方がちょっと強っ。いや、五分五分かな。五分五分だね。まあ、行きましょう。まだ対岸の火事っていう感じがするもんね。さあ、河内畠山とこうなりましたね。まあ、多分もうこれで河内畠山を攻めてくることはないと思うんだよな。先月の終始です。ごめんね。さてよ。あとどんぐらいだ？落ちるまで。あ、交渉出たか。
交渉してもいいかもしれないね。まあまあまあ大丈夫でしょう。いきます。いやこれ出てきてもおかしくないな。さあ激突どうなる。いやーでもこれ上すぎだろ。だよね、上すぎだよね。さあ交渉人たらし行ってくるか。ひねのひねのってうちを裏切ってなかったっけ。まあ上司投稿でどう。ああ全面解放で、いやー乗れよ。76% だったじゃん。ねえ飽きないよ。始めましょう。さあ商人来た。ああ藤ナスいいけど、まあ別にランジャタイ持ってっから、あんま気にしなくていいか。これって家宝による忠誠上昇の効果って重ならないもんね、確かね。例えば裏臭いを見ると、裏臭いの忠誠が、そうこれ主はなかなか良い家宝を持ちだ、プラス1だからね。これが別に3つとか4つ持ってたからってプラス2になったりするわけじゃないもんね。まあ1つ持ってれば十分ということですよ。今月？来月？強行に切り替えるって感じじゃないよな。でもこれ多分出てくるな普通に。ねえだって兵集めれば7000でしょ。さらに足利の援軍頼めば1万ぐらい動かせるもんね。いやこれ落ちないんじゃないか亀山。そんな気がするよ。いややっぱ出てくるよね。4900。これは止めよう。ここで止められるのこれ。どうだろう、この近場3体で。あぶつかれてるね。そしたら4900が集まってるから、まあ8000、念には念を入れて動かしてしまえば問題ないでしょう。うん、これで止めてしまえばいいよね。いきます。あ引っ込んだね。お南部信長改名。永禄8年、男子のいない南部家当主南部春政は石川貴信の子信長を婿養子として迎えた。いやしかしこうやって見るとさ、南部信長って波乱の人生も波乱の人生だよね。だって石川貴信は津軽為信に殺されちゃうわけじゃない。でそん時にまあ津軽為信が謀反して、でしかもこの後南部春政に男の子が生まれて家督争いが始まるっていうさ、しっちゃかめっちゃかだよね南部家ってね。信長、お主はこれよりこの南部家の世継ぎ、父におたらの働き期待しておるぞ。南部信長ってさ、まあ世間の評価では中高の祖みたいな感じで結構評価されてんだけどさ、能力的にはすごく低いんだよね。は、南部家のため命がけで尽くす所存にございます。春政の叔父石川貴信は優勝として知られ南部家発展に大きく貢献していた。確かに石川貴信強いもんね。その貴信の息子を後継者に迎えることで南部家は安泰。この時は誰もがそう思っていた。おい匂わせるじゃねえか。世継ぎのない大名が後継者に養子を迎える。それが悲劇へと繋がっていく。戦国の世にはありふれた光景であった。まあね、いやーこれでもパッとじゃあ誰だっていうと、まあ豊臣がもろにこのパターンなんだけど、あと他に、いやでも探しゃいるんだろうないくらでもね。まあ上杉はちょっと違うような気もするけど、まあ上杉もそうっちゃそうなのかね。あ終わったわ、すって終わった、ね、さあ大雪、大雪は関係なし。いやもうさっき、お乱丸生まれたぜ。そしてまあ芝秀明、まあこれはどうでもいいでしょう。小出義政、まあね、王国氏なんで冷たいんだ乱丸以外には。能力みんな一緒だろ。すいません。さあ表情、妙案がございます。正規場、いや解除するのはいいんだけどさ、取れねえんだ。まあローン対名でいきましょう。大村優子、村井定勝、まあ秀吉かな。これで表情を終える。じゃあ水路整備、川除普請からいっときますか。濃尾地方はね、濃尾平野は洪水が多いからね。じゃないと島津の連中を駆り出すことになっちゃうからな。法歴治水。さあ浪人ドン、遠藤義高、弱って言おうとしたけど全部50だった。そういやな、画素数は足りてないね。かたじけない。さてまあ信長このまま亀山城は
落とすてんね、あと8日。じゃあ庭長秀どうするかな。庭でもって伊賀上野行こうとすると多分出てくるんだよな。出陣しよう。うん、出てきてるね。じゃあ庭一回引こう。で改めて軍を編成し直して日野町に攻め込むということにします。じゃあ行きましょう。で亀山はこのまま落ちるよね。受け入れよ。よしよし。信長が作る新しい世。来たね、蒲生片秀。そうか、まあ神戸は解放で、なんならうちの息子いるか。じゃあ信長も一回ここで騎乗しましょう。でさあ激突。あ、今回信玄本腰入れてる。さあどうだ。いや上杉勝った。開通城落ちとる。はは、やるじゃん。そしてあ、一足飛びに小諸に行ったね。砥石取るんじゃなくて。へえ、崩れるの恐れたかな。さあ滅んだのは西園寺。土井清義が河野に流れることになったね。報告いたします。さてここで六角と沿線気分漂ってるんで講和してしまおう。でもこれ六角と講和しちゃうと攻めるとこなくなっちゃうんだよね。河内畠山に行くか。朝倉はまあこの後のイベント姉川の戦いとかね、あの辺があるからあんま触りたくないし、そろそろ多分 A6 の変が起きるんだよね。だから京都も行きたくないしで、いやーまあこれとりあえずこのまま時を進めていくでいいような気もする。まあとりあえず亀山を整えてまあ少し時間を送るということにしましょう。多分今年か来年ぐらいに A6 の変起きるんだよね。で足利が滅亡して、そうするとみっちゃんがうちに来てなんやかんやっていうような感じになると思うんで。信長えらい強くなってる。60、60、60、60、62。おお、やるー。そして統率2番目に高いの遠山友勝、誰だよ。遠山影藤も強いんだけど、おい遠山やるじゃねえか。斎藤利光より強い。悲しいぜ。まあとりあえずじゃあ遠山とあと誰か移動させとくか。遠山奮闘なんだね。まあ奮闘は別に悪くないけど、遠山が誰かわからんからな。いまいち盛り上がらんのだよな。やっぱ頑固、頑固でも入れとくか。遠山につけてね。そしたら頑固を首相にしてしまえばいいよね。じゃあまあひとまず時を送っていきましょう。で六角とは間違いなくこうはなると思う。沿線気分漂ってるし。そうだよね。じゃあこっから先はしばらく静かな感じですかね。さあ商人が来た。まあ何も買わず報告いたします。うん、そうだね。じゃあこのまま時間を進めていきます。で六角と再び宣戦布告可能になったら六角に攻め込むということにしましょう。いつもだったらねこのタイミングで河内畠山なり筒井なりに行ってダーって広げまくるんだけど、まあちょっと今回はなんかねイベント見ない見ないって言ったけど、どうせだったらイベントを見ようかなっていう感じになったんで、まあイベントも見ていきましょう。さあ信玄と上杉再び激突。いい加減勝つでしょ。だよね、さすがに勝つよね。兵力差もあったし。ただおはい、これやばいぞ。大被害も大被害なんじゃない。おい、ちょっと待て、これ待て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 、えれえことになるこれ。これより表情を行う。いやまあ表情はいいんだけどさ、いや自信最優先だったが、しまった。京都女子大前田玄義、そして大村優子に村井定勝だね。これで表情を覚える。いや自信か、思いもよらねえところから。いやだいぶ被害受けたよねえ。ちょっと余裕で1万ぐらい兵減らしたんだけど、とんでもねえな地震って。やっぱりいやさすが地震大国日本だわ。皆さんもね地震には気をつけて、普段からね防災準備とかしておきましょうね。かくいうこちらメルボルンなんですけれども、メルボルンも去年あたり地震あったんだよね。あ
朝早くにあったね。朝早くって言っても僕にとっての朝早くで8時とか9時ぐらいだったんだけど、僕まだ寝てたんだけど、僕の着男と奥がね起きてて、ベッドルームにダーンと入ってきて、地震だよーっつってバッと起きて、グタグラグラグラって言ってて、もう日本だったら毎日起きてるぐらいのへみたいな地震だったんですけど、いやあの時はでもね、さすがに驚いたな。こっち来てもう10年以上になるけど初めてですからね、地震感じたの。まあ、びっくりしたけど、まあ、なんかね、人的被害は全くなくて、全くなかったわけじゃないか。なんか怪我人ぐらいは一人二人いたのかもしれないけど、なんかこっちの建物ってなんて言うんだろう、表面だけ、上っ面だけを古い建物流用してるんですよ。で、後ろを建て直して綺麗にして、パッと見は古い街並みなんだけど、まあ中に入ってみると近代的な建物みたいな感じになってるんですけど、その表面がベリッと剥がれて崩れ落ちたみたいなところが何箇所か発生してましたね。なんかまあニュースで見た被害はそれぐらいですかね。うちの僕の職場の近くでもそれがあって、まあしばらく道が通行止めで難儀しましたと、まあヨタ話中のヨタ話ですね。まあこのまま進めていきましょう。皆様、妻にございます。おい、お前突然どうしたんだと、お思いの方、いらっしゃるかと思いますが、なんかね、まあ、とりあえずまずはこれを見てください。何も変わらんかった。もう結論から言うと何も変わらんかった。結局南部だし、まあちょっと遅いけれども、北条だし、毛利だし、長宗我部だし、まあこっちは大友なり島津なりって、いつも通りなんか、どっから伸びるかわからん状況だけど、まあ、島津か大友かみたいな状況になってるし、何も変わらんのですわ。でね、まあ、うすうすそれは感づいていたんだけど、まあ、織田家周りのイベントを見ようみたいな感じで、それをモチベーションにやってたんですよ。だから、まあ、河内畠山行かなかったし、六角も一気に押さなかったしっていうのもあったんですけど、なんかね、三好家周りのイベント発生してないなと思ったんですよ。で、A6 の辺も、1565年、ここで発生しててもおかしくないはずだったんですよね。まあ、これを見てください。三好家周りのイベントの一番大事な鳥が、松永久秀、毛利にいます。終わった。もう、これが原因で、三好家周りのイベント全く発生せず、なんで久道しかも足利にいんだよ。で、まあ、当然 A6 の辺も発生せず、で、それを起点にする織田家のイベントも発生しないということが確定しました。もう、この気持ちをどこにぶつけたらよかですか？悲しくなったよ、僕は。ということで、完全に企画倒れに終わりました。今回の企画は。どうしよう。ね。もうわって攻めて総武事例にして終わりにしていいですか？なんかもう天下統一する覇王の野望を僕は失ったよ。だからもうこの織田家編は完全に企画倒れに終わったんで、まあ、スッて終わらして何もなかったかのように次の大名始めよう。次の大名はもうこんな能力いじるとかしょうもないことやらんで普通にやろね。楽しもう戦国なんですよ。もうちょっとこれから半分苦行みたいな感じになってモチベーション下がるかと思いますが、まあ、いやでもそれはちょっと動画的に良くないな。上げていこうということで報告でございました。これからはもう何も考えず総武地雷目指して進んでいきます。じゃあ引き続き戦国の世をお楽しみください。よし、じゃあということでどこを宣戦布告しよっかな。河内畠山行ってしまおうか。筒井でもいいな。あ、筒井行こうか。筒井はでも、統治が問題なんだよね。クソ狭統治場。あれでもなんで条件、あ、筒井ですわ。ここの準決勝乗っ取った。よし。行きましょう、筒井。で、統治で決戦に及んで、で、そこで蹴散らして一気に進んでしまえばいいよね。そしたら、主は左近ですよ、左近。じゃあ、まずは統治。向かいましょうか。18009600。上限は完全に取れてる。参りましょう。じゃあ、この6部隊。どうしようかな。12000。で、持って、
あ、出てきてるね、宇田松山。まあ言うて問題はないでしょう。これで統治を迎えます。前田刑事大将、なんか刑事を見ると嬉しくなるな。じゃあ行きましょう。もう何も気にせずガンガン行こう。さあ撃ってた足利が、ちょっと便乗やめてもらっていいですか。まあ、不参戦でいいんじゃないかな。いや、これでもさ、足利が来たの鬱陶しいな。さあ武田上杉ここでこうは引っ込んだね。商いを始めました。これ合唱のご内緒来るぞ。野源投資郎しつこい部署誰、信長。信長か、信長家宝めちゃ多いもんね。ま、買うか。買おう。お店の通り報告いたす。ちょ、変なもん見なくていいから。先月のさて、で筒井の軍引いて、これから城攻めという形になりますね。で、他にどっか宣戦布告できないかな。朝倉か。朝倉行くと浅井がうるさいんだよね。で、さらに朝倉寮に入ってくると、このハゲどもがまたうるさくなってくるんで、朝倉って感じじゃないな今は。まあ、この辺りを一気に飲み込んで浅井朝倉っていう感じにしますか。そうしよう。じゃあこのまま進めていきます。まずは刑事が、あ、左近が撃って出た。刑事と左近、刑事と左近ってさ、今やってる前田刑事のスピンオフかなんかで絡みがあるんだよね。左近出てくるんだよね。でも揺るがず悲しき。それじゃ、これ統治即取る戦かな。しろ出しないと。16日か、これ16日で足利来てない、来ちゃってるよね。いやー、さて、次だ、ちゃってるよ。どうするこれ。足利が宣戦布告しちゃうか。そうしよう。俺の、もう一気に戦闘強となる。生かしてはおけぬ。まあ、いずれにせよ足利が取り捨てしたことで、合唱のご内緒はこれから飛んでくるもんね。だからもう、一緒よ。やってしまおう。で、朝宮城。まずは向かいますか。55日か。いや、刑事の軍を朝宮に向かわせましょう。先に行くぞ。援軍出てきそうだな。ついてこい。行きます。さあ、いやー、三好が動いた。なんか歌ってんだけど。歌レンガでいいのこれ。ぬるきものぞというものの、あずさ弓矢も取りたるもなし。さて信長でもそなたはどうだ。ちょ、すいません、何を言ってるかわからないです。そなたはどうと言われましても、それがしね、とんと意味がわかりませんね。申し訳ございません、学のない男で。敵が我が領内に向かっております。いや、統治できたか。やっぱりまだ統治で来るのは正直ここ上限取ってるからな。あ、でももうすぐターンが終わるから、武将を移動させてこっちに援軍出しゃいいか。そうしよう。そうだね、ちょっと待って、官兵衛動いてたぞ、西の方から。四国から動いててくれてよかったわ。さあ、表情。論対名のまんまでいくか。いや、軍対名にしよう。ガッと、おー、前田刑事。信長も入ってきたね。信長、まあ、村井で。これで、なんか、ちょっと、ポイント増えてるね。豊作公安会、取りましょう。労役追加1。いきます。以上。ご命令よ。で、ここで、覇王の野望を撃てるよね。我が覇王の野望。何人たりとも止められぬ。それではまずは統治城整えましょう。さあ、統治城整えました。で、まあ、これでしばらく持つだろうから、このタイミングで救援軍あらかじめ動かしておきましょう。じゃあこの6体どれぐらい出す。1万8000動かしてしまおうか。そうしよう。1万8000でもって統治城に向かいます。ちょっとね、43日もかかっちゃうけど、いや、まあ、でも三好もまだ全然集まりきてないからね、なんとかなるでしょう。で、激突してしまえば戦場条件は完全にこっちにあるんでね、全くもって問題はないかと思います。それでは行きましょう。志果たさず。さあ、三好条件吠える。国衆備えあれば憂いなしか。国衆持ってんのかな三好って。さあ、朝宮どうなる。取り付き包囲で46日。まあまあまあ46日ならいいんじゃないかな。
もっと言うと筒井城行きたいとこだけど、これ足隠してる筒井城囲んでるね。だからまあ少なくとも1ヶ月2ヶ月は持つと考えよう。だから朝宮城を落としたら筒井城行ってっていう感じでいいんじゃないかな。出てきたな今ね。ごめんね、足利は援軍多いから厄介なんだよな。6300問題なし、蹴散らそう前田刑事で。特にできることはないか。こっから合唱のご内緒が来るとうるさいんで、あー朝倉いけないのか。どうしよっかな。ご内緒来たらと思ってちょっと同盟国増やそうかなと考えたんですけど、無理だね。そっか、せめて武田同盟延長しとこう。あー婚姻悪かないな。うちんとこの奇妙丸に娘さん松姫をもらいたいんだけど、あー奇妙丸まだ生まれてないか。そもそもそっか、松姫はもういるんだね。じゃあ信忠も出てきてもおかしくなさそうだな。もうそろそろね、信忠が生まれたらさ速攻で松姫を嫁に迎えてしまおうか。もうことここに及んではそれでいいような気がする。じゃあまあとりあえずこのまま進めていきましょう。我が覚悟。さあ将軍が吠える、来やがったぞ。あれ国衆だ、合唱のこなしじゃない。いやまあそれはありがたいけど。さあ投資場に長兄直々に来たね。まあしばらく頑張れそうだね。よし、うん、信長間に合う、全然間に合う。さあ信長が駆けつける、激突揺るがずですけど、ここは全滅を取りたいんで指揮を取ります。参りましょうか。これでもさ今チラッと見えた時は三好後方の城を中心に軍出してるね。これこのまま三好領を一気にと考えてたけど、そう甘くなさそうだな。いや大丈夫、それがしならできる。さあ長兄に狂気乗りまくってるけど、いやこれ長兄やっちゃうなきっと。始めるぞ始めるぞ。まあ仕方ないか、仕方ない仕方ない、全滅させたかったな。まあ、たわいのない戦でございましたね。ひれ伏し。まあでも十分被害出てるね。信長が天下。オッケーオッケーオッケー牧場よ。古い。さあ捕獲でドン。石州祭。石州祭統率ちょっと高いね。まあ初段はなしで。どうすっかなこれ。つつい行っても良さそうだね。参るぞ。出てきてるな。筒井城行こう。で、足利義輝の軍を叩いてしまうということにしましょう。いや、でもこれ。うん、いや、そうしよう。で、激突。志果たさずして、将は終えられない。このタイミングかよ。おかしいだろ、タイミング。さあ、激突、揺るがんよね。まあ、ここは揺るがずで、よしとして、筒井城を取り付き。で、ここは、結構持つなぁ。三好行ってから筒井でもよかったかもしんないね。まあまあまあしょうがないか。で朝宮城は、ああ足利の軍引いてるね。どんな感じですか。7日落ちてるね。よし、さあ朝宮城陥落。こんなもんかい。捕獲でドン。おお来るね、小笠原種貞。天海、天海欲しかったな、明智光秀ね、参謀だから。おい光秀じゃないだろうと思う方いらっしゃるかと思いますが、僕は南高坊天海光秀説を推してます。だって面白いんだもんそっちのが。じゃあ牧島このまま行きますか。進め。いやもう勢いづいた織田家は止まらんよ。報告いたす。地震の影響で凶作やめてくれ。ちょ確かに兵糧収入少ないな今回な。合唱のご内緒ね。いや合唱のご内緒は怖くて上洛ができるかって話ですよ。もう気にせずガンガン行きましょう。じゃあまず取った浅宮城整えていきましょう。